新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。今日新たに感染した人の数は4872人でした。亡くなった人の数は48人、重症者の数は12人増え、現在は864人となり過去最多となっています。9割近くが時短に応じるとしました。飲食店向けの予約システムを手掛けるテーブルチェックが実施した1都3県の飲食店へのアンケート結果によりますと、午後8時までの時短要請に 87.9% の店が応じると回答しました。応じないは 0.9% にとどまりました。ようやく受け入れを表明しました。中国政府は新型コロナの起源解明に向けた WHO 世界保健機関の国際調査団が14日に中国を訪れると発表しました。調査団は先週中国を訪れる予定でしたが、中国当局が入国を認めていませんでした。最初に感染が拡大した武漢も訪れる予定です。日本のリウマチ薬の効果が確認されました。イギリス政府は新型コロナの重症患者に日本で開発された関節リウマチの治療薬を投与すると発表しました。投与されるのは中外製薬と大阪大学が共同開発した治療薬で、製品名はアクテムラです。発表では患者が集中治療を受け始めてから24時間以内に投与した場合、死亡リスクを 24% 下げるということです。夏の南半球ではビーチで感染拡大の懸念です。砂浜を埋め尽くす大勢の人と無数のパラソル。こちらはブラジルリオデジャネイロのビーチです。多くの人がマスクをつけず、ソーシャルディスタンスも確保していません。死者が20万人を超えたブラジルでは、クリスマスの休暇をビーチで過ごしたことが感染拡大の要因になっているとされています。このほか、休校が新型コロナの感染の抑制に効果的だったとするニュースなどが入ってきています。最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますと、テレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。